はい、続きまして3級の2次、検定の方ですね、数理の検定の方の解説の方を行っていきたいと思います。はい、まあ、中学生のですね、まあ、11、12、13の内容から出てるんですけども、まあ、一部ですね、まあ、その他っていう風な形で、まあ、その、範囲よりもですね、まあ、少しね、まあ、図形的な要素とか、あとは、まあ、数理的なね、要素が入った、まあ、応用的な問題っていうのが含まれてるんで、まあ、そちらの方はですね、まあ、問題文をですね、しっかりと読んでもらえれば、回答にたどり着けるかなと思うので、その辺のね、本を行っていきたいと思います。はい、でまず1番ですね、まあ、縦が A センチ、横が B センチの長方形と、一辺の長さが C センチの正方形があります。まあ、これに関する問題になっています。はい、で、まあ、単元的に言いますと、まあ、中学ですね、1年生の単元なのかなという形ですね。はい、で、各1番ですね、まず、こちらですね、長方形の、周の長さですね、まあ、この、図形のですね、この周りの長さを A と B を使って表しなさいという形です。はい、まあ、A っていう、まあ、縦の長さが、まあ、2つ、横が2つというふうな形で、A っていうのが、2つ分の2倍の A ですね。はい、で、横が B っていうふうな形で、して2倍の B ですね。はい、で、この2つを、足し合わせたものが周りの長さ、周の長さになるので、まあ、足して2センチというふうに書いてもらえば答えになります。で、2番目ですね。長方形の面積、こちらの面積の2倍と、正方形の面積ですね、こちらの面積を合わせた面積を150未満、こちらですね、150未満にしたい。5センチメートル未満にしたい。で、この数量の関係を合わせた式はどれですか、下の1から5から選びなさいという。まあ、選択肢の問題ですので、まあ、選択肢見てもらって確認してもらって、まあ、そこからね、式っていうのを考えてもらってもいいんですけれども、まずですね、長方形の面積ですね、縦が A、横が B っていうふうな形ですので、B と、をかけてもらえば長方形の面積が出てきます。で、こちらの2倍ですので、これにかける2をします。つまり 2AB というふうな形です。ですので、まあ、この中の選択肢の中で、まあ、2AB、2AB っていうふうにあるんですけど、ここが A2 乗、B2 乗っていう形ですね。まあ、5番の5番はまずないかな。で、あとは、正方形の面積。まあ、C なので、一辺の長さが C ですので、C の2乗っていうのが正方形の面積。で、これを合わせたものですね。はい、で、これが150未満というふうな形ですので、こちらよりが小さい、より小さい、という形になるので、こういうふうな記号になってないとおかしいということですので、まあ、この中の選択肢でいうと、これですね、3番というのが答えになっているかなと思います。はい、それでは四角2のですね、解説を行っていきたいと思います。まあ、底面が1辺、底面が1辺8センチの正方形で、ですね、高さが6センチと、2つの正四角形ですね、こちらですね、こちらと、上下が、ピタッてはめたところですね、右の図の8面体 ABCDF は、この2つの正四角形の底面をピタッと合わせたものになっています。次の問いに答えます。それで、まあ、多面体ですね、8面体というのを、図形に関しての問題となっています。はい、で、辺 CD です。こちらの、こちらに関しての、これと、ねじれの位置にあるものを、はどうですか。まあ、こちらは、まあ、4番は大好きですので、こちらもですね、中学1年生の内容になっています。こちらも中学1年生の内容になっていますね。で、まず、ねじれの位置ですね。ねじれの位置というのは、交わらない、で、ない辺のことを言っています。で、この中からですね、この青い辺と交わってないものと平行でないもの、つまり交わるものと平行であるものを、まず考えてしまうと範囲がある。ので、C と D と、ぶつかっているものというのが、で、こことまたなんですね、ここも、またはこちらもダメ、こちらもぶつかっているんですね、ここもダメ、ここもダメという形ですね。この1、2、3、4、5、6が交わっている。で、平行でないというので、これと平行なものがここですね、ここが平行になるので、これもダメですね。それで、これ以外の辺のことを言えばいいので、順番に言ってみますと、この辺、AB。そしてこっちの辺、AE ですね、奥側の AE。で、こちらですね、辺、DF。あと、奥側の辺の DF。こちらのですね、4つが辺になったと思います。で、続いて、この8面体の体積を、取ってください。ですので、まあ、もともとここに書いてある通りですね、正四角錐、2つの正四角錐を、まあ、はめ合わせたもので、正四角錐の体積というのを数出していきます。体積を出していくと、まず、ここですね、この部分の底面積ですね、底面積が8センチと8センチというふうになります。8かける。で、高さがここ6センチですので、かける。で、水体に関しては、ここに体積は3分の1をすれば、体積は持つことができます。ので、ここを約分させて、
つ分ですね、1つ分の体積が128というふうになるので、2つ分合わせたことなので、これをかける2倍してもらったものが答えになります。それで256。で、長さがですね、5センチ、5センチでしたので、立方センチメートル。それで、こちらが答えになります。Now, the world is yours.